まるでそこに存在するかのように、佇む少女だが、もちろんのこと彼女も実在しない人物である。メアリーじゃん。紹介文の反対側のページに見覚えのある少女の絵が載っている。なんで？嘘でしょ？これ。メアリー？実在しない？どういうことなの？じゃあ、それじゃあ今、イブといるのはまさか。ノックされた。ノックされてる。ノック？足音？あ、知っちゃった知っちゃった。メアリーの秘密。やっぱ、だってさ、メアリー怪しかったもん。なんかちょっと怪しいなと思ったよ。あと二つ、どこなんだよ、玉は。玉を探してんだよ、私。あ、人形変わってる、また。何？さっきいいもの拾ったよ。私の宝物にするの。なんだろう、ここ空いてるとかある？空いてないです。いいもの拾った？メアリー、大丈夫？交代してみるか。大丈夫？あ、なんでメアリー出てきたの？メアリー、どうしたの？大丈夫？メアリー？メアリー？あ、違う。メアリーが言ってる。メアリー。私、メアリー。ふふふふ。あははははは。あたしメアリーっていうの。あたしメアリーっていうの。あたしメアリーっていうの。なんで3回言った？あ、悪い顔してる。ふふふふ。めっちゃ笑うやん。メアリー。壁に、突き通ってった。また一人になっちゃったよ。メアリーどっか行っちゃった。私一人でどうすればいいの？一人だよね。あ、一人だ。メアリーどっか行っちゃったんだけど、どうしたらいい？で、結局ここさ、解決してないんですけど。あの鍵取れないんですけど。メアリー、あ、もう、びっくりさせんなよ。イブ、どこに行くの？一緒に行こう。あんたがどっか行っちゃったんでしょ？すげえ！今まで合体してたのになんかドラクエみたいな。話せる？あ、すげえ。早く外に出たいね。ここにいるの飽きちゃったし。イブ、知ってる？クレヨンってかじったらね。すっごくまずいの。かじったことないよ。イブは、友達いる？どのくらいいるの？友達って一緒に遊ぶんだよね。喧嘩も時々するんだよね。喧嘩した後に仲直りすればもっと仲良くなれるんだよね。そう。だね。ああ、それだけ？これ二人になってどうなの？あ、二人になってちょっと邪魔だな。これ 引っかかってる。ミアリ引っかかってるよ。いける？これ。これさ、二人でマネキン押せたりできないの？できないか。あれ、またミアリどっか行っちゃったわ。あ、いた。なんかすごい、別行動してるけど。話せない。ミアリ、ミアリ、ミアリ。どこ行くの？どこ行くの？ ミアリ、ここ開けてよ。君なら開けれるんじゃね？なんも話せないな。開けてくれたわけじゃねえ。調べてみよう。先に見させろ、おい。これ二人になってんの？あ、一人のままだ。これさ、どっか行っちゃったり。あ、なにこれ？傷だらけのマネキンがある。ええー、
塞がれてる。ここは雨降ったまんまだし、もう一回変わってみようか。どこに何があるんかな。全部調べたよな。あら、何？なんかお腹が膨らんでる。どうしよう。触らないでおく。人形を調べてみようか。一応調べてみようかしら。おっと、調べるって破くの？人形のお腹から何か出てきた。あ、絵の具玉。何かが落ちてる。絵の具玉。消えてしまった。あ、お、開けてくれた。開けてくれたけど、一旦、セーブしよう。やばそうな気がするぞ。よし。鍵が開いてるわ。入る。まだ入ら、うわーお。うわーお。BGM なくなるのマジ怖。お、これ絵の具玉じゃん。これで7つ揃ったわ。やばいんちゃう？これ。なんか出れないんじゃない？出れる？これ。出れないよね。閉じ込められちゃうよね。こんなね、気味悪かったらそりゃそうだよな。え？え？嘘？なんで？扉に文字が出てきた。また宝探ししようよ。誰かが鍵を持ってるかな？マジか。この人形のどこかにいるん？鍵持ってるやつ。なんですって？え？金鳴った。何？今度は何なの？うわあ。なんかやばそう。鍵はどこ？マジで？え、時間制限？咲いてみる。咲いてみる。石ころ。何よこれ。なんか出てきてる。なんか出てきてる。あ、あった鍵。あ、早。小さな鍵手に入れる。なんか出てきてるよ。ちょっと気になる。気になるけど出る。あー見てたみんなこっち。はいや、はいや。はぁ。もう嫌。なんなのかあの部屋。なんでこんな目に遭わなきゃなんないのよ。そうだね。泣き言言ってる場合じゃないわ。イブだって怖い目に遭ってるかもしれないのよ。早く合流しなくちゃ。強いなぁ。強い意志を持っておる。あれ？扉が開いてるわ。いや、セーブすればよかったかも。鍵見つけるの早かったな。階段だわ。ここまで来ちゃったけど、本当にこのまま進んでいいのかしら。かといって戻ったところでどうにもならない気がするし、どうしましょう。え？この選択肢怖。進んじゃおっか。あーもう。ほんと優柔不断ね。情けないわよ、私ったら。進める方向に進む。それしかないじゃない。頼むから、無事でいてよ。うん。あ、変わった。あ、ギャリーパートなくなった。青い花のとこなくなってるもんね。これじゃあどうする？一回セーブして、で、うわー、あれ？なんで？モノクロじゃなくなってる。橋あるし、鍵があった。茶の鍵を手に入れた。へぇ、虹色じゃん。幻。この鍵はどこに使うのかしら。あ、ここか。ここ入れるんじゃない？茶の鍵を使った。あれ？これさっきのギャリーのとこにも。似たような絵あったな。お？やはり。なんだこの BGM は。イブ、どこに行くの？なんで一人で行っちゃうの？一緒に行こうって約束したのに。ねえ。どうして逃げるの？
イブ。おお、ギャリー。ちょっと、何してんのよ、メアリー。うるさいなあ。おとなしくあそこで待ってればよかったのに。メアリー、あんたやっぱり。話してよ。キャン。わ。あらら。イブ、大丈夫？遅くなってごめんね。ハギュー。わ、イブ。ごめん、怖かったでしょ？もう大丈夫だからね。かわいい。怖かったんやんな。なんか、イブ喋んないから、なんか、大丈夫なんかなって勝手に思っちゃうけど、やっぱ怖いよな。信じられないかもしれないけど、メアリーは人間じゃないのよ。ゲルテナ作品の一つ、あの追いかけてる絵の女とかと同じようなものなんだと思う。あまりに普通に接してくるから気がつかなかったけど。一緒にいると危険だわ。今も、あと少し遅かったら危なかった。かわいそうかもしれないけど、急いでここから離れましょ。気絶してんの？ピクリとも動かない。バラが落ちてる。このバラ、本物に見えるけど、造花だわ。そっか。下にはもう何もないと思う。あ、そうですか。合流地点だけだったんな。で、ここは、もう、ギャリー一緒にいるから、ここ、マネキンをさ、どかせられるんじゃね？そうだよね。この階段で下に行けそうね。よし、ちょっとイブ離れてて。はあ、ここに来てどれだけ石像をずらしたのかしら。ま、いいわ。それじゃあ行きましょう。このね、重い石像をずっと動かしてもらって、おお、イカが飛んでったよ。星ですか？なんか、わーお、なんか、クレヨン。クレヨンで描かれた世界みたいになってる。絵本の世界みたいだね。おっと？これ当たっちゃいけんやつよな、きっと。なんだこのミニゲームみたいの。スケッチブックって書いてる。スケッチブック。やっぱ絵の中の世界？なんか、随分と雰囲気が変わったわね。まあ、用心するに越したことはないわ。行きましょう、イブ。おう、行こう。なんか、やっぱ絵の世界だね。入れる！すげえ。なんか、でかいな。本棚でか。本棚がある。何これ、絵本ばっかり。絵本の世界だもんな。誰かの肖像画がある。誰でしょう。これ時計？動いていない時計がある。何もないお家。チューリップのつぼみがある。なんでこれだけ咲いてないのかしら。ちょっと気になったよね。他の咲いてんのに。ちょっとこっち先行ってみようか。左。看板ある。掲示板？掲示板しか読めない。ここはお花は調べられなくて、左側。鍵がかかってる。一旦左全部見に行ってみようか。鍵かかってて、おっと？え？あれ、イブじゃね？下、この先、美術館。あれさ、なんかぶら下がってんのイブじゃねえの？蝶々公園。家が逆さになっとるわ。蝶々おるよ、蝶々。捕まえられへんの？無理やね。あ、蝶々が飛んでいる。それだけ？じゃあちょっと真ん中のお家を見て、鍵がこれ。よく見ると、ドアに文字が書いてある。ピンクの建物に注意書きがあるよ。それを読めば、開くドアです。ピンクの建物に注意書き。随分親切なメッセージね。逆に怪しく感じるわ。確かに。でも、これ？ピンクの建物。注意書きもあるもんね、多分。文字だよね、これ。
桃の鍵は必ずおもちゃ箱にしまうこと。桃の鍵はおもちゃ箱にしまう。おもちゃ箱？そこに鍵があるのかしら。探してみましょう、イブ。ここの鍵ってことね。一旦セーブして。はあ、ここに花瓶あるってことは、あれね、食らうのね、どっかで。あ、ちょっと待って。順番に、下から順番に見に行きたい。こっち側まだ見て、あー、なんもないか。これ下、続いてるよね、多分。さっきの入り口んとこに。こっちは家はないと。こう、チューリップいっぱい咲いとる。全部鍵閉まっとるなぁ。おー、なんだあいつ。白鳥みたいのおる。なんかこれ、ドアが凍っていて開けられない。凍ってる？宝箱はどこにあるの？桃の鍵がどこかにあるって、ここの鍵？で、どこだ？これ何？池か。池がある。水を触ってみる。水面をじっと見つめる。バラの茎を水に浸してみる？触ってみていい？生温かく感じる。それだけ？バラ？しおれてしまった。食らってしまった。毒なの？見つめる。食らうだけだった。なんだろう、この蝶々何なんだろうな。で、この親切なお家。あ、入れるじゃん。てんてんてん。多分、コートハンガーね、これ。そうよね。赤い果物のようなものがある。リンゴかな？あ、なんか、バケツ。持っていくそのままにしておく。一旦ちょっとそのままにして。これおもちゃ箱とかではない。バケツ持って行ってみようか。何もできない。イブ、ギャリー、どこにいるの？隠れて。なんか持ってるよ。手に。てん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 。今のって、まさか、持ってきたんだわ、あの子。そうだね。何？メアリーはさ、何なの？友達欲しいだけ？で、このバケツさ、どうすんだろう？水汲む？あの池の水とか汲める？あ、わかった。池の水汲んでさ、あの、チューリップ、つぼみのチューリップにあげるんじゃない？ほら。水をあげてみる。チューリップが咲いた。あれってかさ、入り口なくなってんね、こう。チューリップの中に何かがある。美術館の鍵を手に入れた。やったー。ここじゃなくて。美術館ってどこ？下の方だったな。ここか？やった。あれ、ギャリーとイブじゃん。ちょっとギャリーの方のバラが散ってるんだ。パンドラーズボックス。あ、メアリー。うわ。あの怖い人形もおる。箱がある。パンドラの箱ね。開けてみる。ほ？なんだ？何だったのかしら今の。って、あら？他に何か残ってるみたいよ。小さな鏡を手に入れた。鏡か。この鏡が希望になればいいけどね。なんかいい表現、いい表現ですね。希望になればいい。うわ、え、さっきあの顔あった？そこの。あの、おー、なんだいきなりなんか矢みたいの撃たれたけど。美術館、はい。あのイブ？なんか吊るされてるのが気になるんだが。すごいリアルじゃない？他のやつは絵の具で描かれ、絵の具？クレヨンで描かれてるのに。なんかオレンジの蝶々がおるよ。この蝶々、羽に、目玉模様がついてるわ。
え、それで何？それで何なの？それだけ？あれ？蝶々どっか行っちゃった。蝶々どっか行った。どっか行ってないわ。追い詰めた。で、どうしたっけ？あ、鏡。鏡どうすんだろう。あ、なんだ、オレンジ。太陽の光が当たって暖かい。ギャリーと話す。しばらくじっと見る。鏡。あー、ギャリーと話す。いろんな絵が動いたり、飛び出したりしたのを見てきたけどさ。なんか、絵が動くことに驚かなくなっちゃったわよね。本当だったらありえないでしょ。トリックアートも目じゃないわよ。それだけやったな。あー、間違えた。え、石像がドアを塞いだって、そういうことだったの。確かにあれ意外と重たいから、イブたちだけじゃ動かすのは難しいわね。ちゃうちゃう、そんじゃなくて、鏡を置いてみよう。小さな鏡を地面に置いた。おー、そっか、反射で溶かしたんだ。あ、ドアの氷が溶けたわ。なるほど、光の反射を利用したのね。やるじゃない。ありがとう。なんだこの儀式の部屋みたいの。スタート。お？ハート目、月、太陽、星、ぐるぐる、リンゴ、猫。なんぞ？え、この時計の音すごい気になるが。何？で、このさ、これの何なんだろう？これをその通りに行けばいいってこと？なんもないです。なんだろう。あ、なんか扉にハートついてる？ハートの記号が描かれている。うん。なんだろう。なんかちょくちょくいろいろ変わってるけど、何が変わ、あれー、こんなんなかったな、さっき。さくらんぼの木でなんか釣ってる。なんだろう。調べられない。果物があるな。あ、なんかオレンジの木に一個だけリンゴ、なってるね。何？なんで？なんだろう、なんだろう。あ、なんだこれ。掲示板。渦巻きの絵が描かれている。はーん。池はもう、水に浸したらあれだし、地面、なんもないんだよな。え？水面にうっすらと三日月が映っている。マジか。月出てきちゃった。へえ。月出てきちゃった。月が出てきた。右上が月で、ここハートでしょ？あ、え？ハートで。うん。おい！なんかいけた。しかも口があるんだけど。調べられない。んで？月、これのマークさ、地図の、地図？マップ上？なんかね、あるんだよね、それぞれマークが。でも、この、ハートの家はある。目玉ってどれ？あ、目玉って蝶々のことか。わかった。え？蝶々が目玉で？ハート。一回やってみるか。ここを押して、蝶々の、あって目玉でしょ？月が右上。池のとこにあった月。太陽。太陽はこっち。で、これがもしかしてチューリップのこと？あ、そうなんだ。で、渦巻きが掲示板にあった、ここでしょ？リンゴはこっち。オレンジの木にリンゴがなってた。で、真ん中。猫。え？猫？ここ？え？押してないの？多分ここだよね。
猫？猫おった？開いたけど。とりあえず鍵ゲットした。何かが落ちてる。プラスチックの鍵を手に入れた。やったー。この鍵はプラスチック？ここは開く？あ、開けれる。ハートのうち。お、セーブして。これは何？おもちゃ箱。やった。これがおもちゃ箱？随分大きいわね。それにしても、え？ああ。この中に鍵があるって書いてたわよね。そこが見えないんだけど。本当にこの中にあるのかしら。おお！行ってみたら？マジか。絵の中に入っちゃった？すげえ。落とされた。すげえ世界。一人じゃん、また。赤いバラがない。ギャリーもいない。HP ないってこと？花びらが落ちてる。なんか人形とかいっぱいあるよ。青い色の人形が笑ってる。マネキンがこちらを見ている。いっぱい人形おるけど、なんかおもちゃみたいのある。おもちゃの汽車が壊れている。マネキンもある。へえ、すごい。絵の世界だ。セーブできる。あ、ギャリーおるやん。ギャリー。頭打った。イブ、大丈夫だった？大丈夫。全身が痛い。全然大丈夫です。そう、よかった。それにしても。何ここ、落書きだらけ。ここがおもちゃ箱？私たち上の階から落ちてきたのよね。あの子に押されて。とにかく鍵を探して戻らないと。って、なんか顔色悪いわよ。本当に大丈夫？バラをなくしたって？大変じゃないの。早く探しましょう。はい。ここに花びらが、あ、そうだ、ここにもある。こいつか？笑ってる。お前持ってんちゃうの？持ってないんか。あ、花びら。どいつか隠してんじゃん。あ、これか？これか、私のバラ。見つけた。花びらが少ないわね。早く回復させないと。どこかに花瓶ないかしら？わあ、1しかねえ。花瓶？あったっけ？花瓶ありませんか？知りませんか？知らないってよ。あれ、なんかこれ鍵じゃね？これピンクの鍵じゃね？桃の鍵。あ、やった。おもちゃ箱やん。中にあるっつったもんね。何？この嫌な風気、雰囲気。なんか前にも、逃げる感じか？ブワーン。うわ、何よこいつら。イブ気をつけて。マジか。襲われんの？あ、死んじゃ 先にさ、ちょっと花瓶ないっすかね。これ、ギャリー話した後だっけ？花瓶ない？見えづらいところにたりする？花瓶。ないっすね。鍵取って、じゃあ、ちょっと、行くか。頑張れ。ゴー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 つって。嫌な雰囲気。なんか前にも。行くぞ。行くぞ。上じゃねえの？上でしょ？多分。上でしょ。ああ、いけた。よかった。1でよういけたわ。出口はどこよ。なんか赤いけど。なんか部屋の雰囲気変わってない？確かに。なんかすごい落書き？茨が道を塞いでいて通れない。見事に塞がれてるわね。上に行くなってことかしら。なんとか通りたいけど、引っ張ってみる。燃やしてみる。よく調べてみる。なんかこの茨変ね。本物じゃないみたい。
植物特有のみずみずしさがないような偽物みたい。というかここに来て何もかも現実味がないのよね。あの太陽の光もそうだけど、なんか本格的にやばくない？私たち。そうだな。なんか精神的にやばい感じ。でもこれトゲだらけでつかめない。怪我したら困るから別の方法。燃やす？燃やす。か。そうね。それ、いいかもね。全然思いつかなかったわ。私ライター持ってるのに。よし、じゃあ燃やしてみるわよ。いけるか？おー、ナイス。やった！うまくいったわ、イブ。ありがとう。Thank you, ライター。セーブして。上に行こう。花瓶が欲しいんだけど。何？この部屋。おもちゃ箱じゃないわよね。それよりイブ見える？向こうの壁にかかってる絵？あの絵なんか見覚えあるわ。ちょっと行ってみましょう。どの絵？嫌な感じ。トントントン。ああ！ミアリー。誰かいるの？イブ、ほら引っ張ってあげるわ。マジか。だからおいで。だから手を出して。イブ。